はい、どうも、こうでございます。はい、今回も龍が如く前回の続きをやっていきたいと思います。今回からは、あれですね、15分動画にまとめなくても、良くなりましたので、自由気ままにやっていきたいと思います。ですがね、あまりにも長い動画になってしまうと、見るのも大変だと思いますので、大体30分から1時間程度で、動画を作っていきたいと思います。で、今回はね、メインストーリーをね、やっていきたいと思います。さあ、今度は第3公演、サブストーリーとかね、いろいろやってるんですけども、調べた結果ね、今回コンプリートボーナスというものがないみたいですね。なので、前までだったらね、サブストーリー全部探してね、コンプリート目指してたんですが、コンプリートボーナスなんかもらえるものがないということなので、ちょっとね、あんまり見つけたらやるという感じでね、やっていきたいかと思います。多分ね、コンプリートしたら、プレステのね、トロフィーが、もらえるくらいなんじゃないでしょうかね。お、銀の皿。あんな感じでね、助けると確か CP がもらえるはずなのでね。さあ、じゃあ第3公演に行きますか。カモジとかのね、あれも、やっていかなくてはいけないと思うんですけども、それは後々、とりあえずはメインストーリーを今回は、進めていきたいかと思います。さあ、第3公園遠い。なんか今走ってる人がいたような気がしたんだけどね。何この、ああ、そういうこと。ちょっとそこな、ちょっとそこな、逃げます。ああ、その前に体力をね、ちょっと回復させたいと思います。ああ、この富士そばでいいかな。適当に。そば3杯食うってね。ありがとうございました。さあ、では第3公演に行きたいかと思います。立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか。お、ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな、酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。
んた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラメラメ、レンレンラメ。ち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。全員だったい。なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。さあ、それぞれの好みの酒をね、探さないといけませんの。まずは日本酒。ちゃんはビールだな。うん、お前ふざけんなよ。芋焼酎。はい、そこのおっちゃんは、ウイスキー、スコッチのウイスキー、もう全部コンビニに売ってんじゃねえのか。シャンパン。クリスマス。あ、今これクリスマスなんか。ドン・キホーテね。ここなんか光ってる。こんなん置いてあんの。とりあえず使うと価値が下がるんです。わっ、カツアゲくんか。ちょっとごめんね。ちょっと待ってね、カツアゲくん。今回はちょっと待ってね。とりあえずはドン・キホーテでシャンパンを買おうか。いらっしゃいませ。シャンパン、シャンパン。まさかゴールドなんてね、買いませんよ。他になんか、そうだな、ちょっとカツアゲくんもう一回いたらちょっとね、挑戦してみたいかなと思いますよ。ありがとう。装備でね、銃使っちゃうよ。一応これを初期でもらったアイテムを装備しておきますか。さあ、とりあえずシャンパンはゲット。あとは日本酒、ビール、芋焼酎にウイスキー、スコッチね。
一回店入っちゃったから勝上くんもいなくなってるかな。いないな。あれって結構ランダムで出んのかな場所は。コンビニ、とりあえずポップ屋のところに行こうか。もう銃装備したのにカツアゲくんいないっていうね。さあ、ここでは、ビールとか売ってるかな。ビールはまず売ってるでしょう。いらっしゃいませ。はい、お姉さん、芋焼酎だね。で、ビール、あとは日本酒はないな。あ、サプリだし、ないね。これで OK。 絆？なんか物買わなきゃいけないじゃないか。おい。サブストーリー終わったー。さて、他にコンビニは、これはあれだね、質屋、神社、薬局、コンビニ、あとここかな、Mストアと昭和通り店くらいか。さてさて、Mストアに。今のあの相手をしてる暇はない。疲れた、ごめん疲れた。めんどくさいわい。いた。はいはい。カツアゲくんいなくなっちゃったよ。さあ、ここに打てるかな。日本酒とスコッチ。いらっしゃいませ。日本酒、栗焼酎なんてあるんだ。スコッチはないな。ありがとうございます。じゃあ今度はあれか、下に戻んなきゃいけないのか。カツアゲくんを探しつつ、コンビニ、ポッポ屋、昭和通り店だっけかな、に行こうかと。カツアゲくんいない。お、うるさい。あ、いた、いたんじゃねえか。いたぞ。二度とおい、
バカバカ、あれ置いていけ。武器武器武器いたー。その踏みつけだけでそんだけ体力減るの？ふざけんなよ。ほらほら、危ない、違う方向いてる、ほら危ない、暗い、こらあんま減らない。なくなっちまった。武器を戻します。はい、危ない。危な、壊し屋にしてみようか。アイテム痛い、アホなことしたでー。わしはダメだ。切れたんじゃねえのこいつ。うわ、ちょっと違うの、俺武器取りたかっただけなんだよ。マジかよ、絶対勝てたよ今。まあ別に金は少なかったんだけどよ。しまった、酒を買う金がなくなって、まあ途中でね絡まれりゃ金は、集めれるからいいんだけどね。もうなんなんだよ、武器使ってヒートアクション使おうと思ったのに、まさかのカツアゲ君を殴ろうとしたっていうね、掴もうとしたっていう。あ、なんだサブストーリーですか。まあやってみますか。
プロデューサーっぽい。てかいつの時代だよ。まあ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 古い時代のね話なんでね。はい。どうしよっかな。じゃあチャラチャラした挨拶にでもしようか。はい。姉ちゃん、はい、消え物？すげえ平面だ。まあ料理なんじゃないかね。違うか。おい。合ってるんだ。へえ、消え物って言うんだね。ああ、なるほどね。嫌にしておいて、
傾けるのかな。おい、いいんだね。片付けるんだろうね。同じ格好。おーおーおお、物を使って戦おうってかい。とりあえずお前をここで倒してやるよな。ちょうど金がないところだったんでありがたいわ。こいつ何持ってんだ。へいへい、この野郎使っちゃうぞ。
いろいろな業界用語があるっすね。さあ、ね、そこのお店で番組作るって言ったけど、結構離れた場所に連れてこられましたけどもね。絡まれてるね、絡まれてるよね。今なんか絡まれてる声しなかった？当たってた。あー、またこいつかよ、めんどくせえな。9ミリオートでも渡そうか。どういうこと言ってんだろう。しなかったね。なんだ？ああ、そういうことか。逃げる逃げる、うざいから逃げる。こっちから行く。危ない危ない危ない。逃げ足早いよ。そんな早くはなかったよ。ちょっとそこの前。嫌です。ちょっと寄っていきません。さあ、なんだっけか、スコッチね。スコッチ買わなきゃいけない。いらっしゃいませ。あったー、ありがとう。さあ、これでね、お酒も5種類集まりましたから、ちゃんとねメインストーリーを進めていきましょうか。カツアゲくんな。失礼。はい、ビール。
お前じゃね。はい、日本酒。シャンパン。メリークリスマス。芋焼酎。くどい。スコッチだ。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。おおとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ、知ってんだったら他に何が聞きたいの。そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのか。ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか。ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか。多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。さて今度は、あれだね、チャンピオン街ということなんですが、なんかここに人のあれがあったから行ってみる。ん？なるほどね、修行ね。ああ、
か。何？さて、変なヒットマンと戦わなくてはいけない。まあ、技が覚えれるんでね。さあ、どんな戦い方をしてくるんでしょうかと思ったら銃持ってる。あれ、グラサンかけてなかったっけか。よし、弱かった。話聞いたらまた来んのかよ。メロメロにしてもらえるのかい？パンチで。ボクサータイプですかな。反撃を貯めて行える。こう。多分使わねえな。いてこんな時こそ。おお、かわされてる。危な、俺負けたかと思った一瞬。また話しかけて技を覚えたらあれかい？
キリュウさん、キリュウさん瀕死だから、間違い、まあとりあえず今回は、まあ、セーブポイントも近いしね、これで終わりにしたいと思います。まあ、次回も一回ちょっとね、バッカスの修行をやって、ちょっと技をね、覚えてから、メインストーリーをやっていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ桐生さんの顔を見ながらね、終わりにしたいと思います。それではこうでした。それではまた。